今回のエクササイズを行うことで代謝が上がり、姿勢が良くなり、今よりも確実に早く痩せることができます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、姿勢を改善するためにおすすめなエクササイズを紹介していきます。姿勢が悪いと痩せないんです。なぜかというと、姿勢が良くなることによって、エクササイズの時に使われる筋肉が増える。日常生活で何気ない動作の時、体幹がある人は使えてますが、弱い人は使えてないんです。通常のエクササイズをすることで、インナーマッスルも同時に鍛えられると言われてますけども、インナーマッスルが弱いと、アウターマッスルばかりに意識がいってしまう。結局、インナーマッスルだけを注目して、まずは鍛えることが必要なんです。ここで大切なのが、お腹周りで言うと、腹横筋、内腹斜筋、外腹斜筋、この3つなんですが、これに加えて、体をまっすぐ保つために必要なのが、脊柱起立筋です。プランクなどで通常鍛えることができるんですけども、やはり様々な方向から鍛える必要があります。前側、横側、上側、全方向で体幹を鍛えることによって、姿勢はいいのに肩が内巻き、体はまっすぐなのに反り腰、そういった、ここはいいんだけどここが悪い。そういった原因で、あと少しっていうところで姿勢が作れてないんですね。今回のメニューを何度もやっていくことによって、必ずいいラインが作れて、お腹が凹みやすい、猫背の改善、反り腰の改善、姿勢が良くなることによって、下半身痩せ、前ももの張り、そういったものがなくなってきます。普通にダイエットをすることによって、綺麗なラインで痩せることができてきますので、今回の動画を見ながら一緒にやってください。それでは紹介します。まずはカエル足を作った状態で、かかとの上にお尻をつけましょう。この状態でお腹をへこませて、腹筋をする感じで、このように腰を振る感じで動かしてください。これで腹筋を締める力、腰を丸めてストレッチができます。これ30秒です。お腹をへこませたまま息を1回ずつ吐きます。腰痛い方はゆっくり動いてください。それでは行きます。スタート。こういう感じでね、お腹を締めながら腰をゆっくり伸ばしてください。こういう感じです。腹部と大腰筋のバランスが悪いと腰が反れます。あと少しです。 OK です。次は四つん這いで腰を反らせて丸めてっていうことを繰り返していきます。徐々にメニューが辛くなりますが頑張っていきましょう。それではいきます。スタート。こういう感じで肩甲骨がね、こうやって上がらないように肩を落としたままです。これでお尻を締める、腹筋使う、腰を丸める、さっきの種目よりもちょっとハードになります。しっかりお尻をね、締めてください。あんまりね、こういう地味なのしませんよね。はい、 OK。今度はうつ伏せで体幹を鍛えていきます。つま先立ちで膝をついたまま体を持ち上げます。この時にさっきの腰を丸める感じです。反れるんじゃなくて丸める感じです。できれば少し肘を前に出して30秒キープです。いきましょう。スタート。ちょっと辛くなると思いますが、辛くなったら肘近づけてください。これで脊柱起立筋鍛えることができます。息は長く吐くことでインナーマッスルが鍛えられます。口を尖らせて息を長く吐きます。あと5秒。はい、 OK です。次は横向きです。肩の下に肘をついて足の側面だけを床につけて体を持ち上げます。もし体上がらないよって方は膝から下をつけてください。膝から下をつけるときは膝を90度に曲げて体と一直線になるように太ももを揃えてください。できる方は足を伸ばして、こういう感じです。これでキープです。いきましょう。スタート。これで横に崩れる姿勢を保つ筋肉がつきます。もしね余裕が余った方はね、手を上げたり足を上げたり足をね動かしたり足を回したり、いろんなことをしてバランス保ってください。前後でもいいです。できない方はこれでいいです。はい、 OK。 反対も同じです。いきましょう。スタート。これでキープ。余裕な方はいろんなことをしてください。足前後に動かしてバランスを悪くしたり、きれいに丸を描いて動かしたり、上下に動かしたり、いろんな方法があります。今回はこの初級中級バージョンで OK です。少しです。 OK。 最後は足は軽く開いて、足を持ち上げて、上体を起こして、この状態でキープ。それでは言いましょう。スタート。こんな感じでキープ。息を長く吐きます。頭重たいの、首つらいよって方は手で持ってください。お腹がプルプルしてれば効いてます。足の力はできるだけ抜いてください。あとちょっとです。ダーッ。今度は体をひねる体幹を鍛えていきます。横向きの状態で体を持ち上げて、手を上に伸ばします。こっから息を吐きながら、脇の下から遠くに手を持っていく感じで、息がなくなったら帰ります。これを左右やったら終わりです。頑張っていきましょう。それではいきます。スタート。できるだけ遠くに持っていきます。ブー。これで腹部のインナーマッスルが鍛えられます。結構辛いですよね、これね。OK。 反対で終わりです。終わった後に最後解説してます。それでは行きましょう。スタート。しっかり吐いて、手を遠くに持ってきます。体しっかり下向けて、しっかりね脇腹使ってください。ラスト。はい、 OK です。お疲れ様でした。今回のエクササイズで体幹部がすべて鍛えられてます。前横後ろひねる、この4つを連続で行っていくことで、しっかり体幹部が鍛えられます。まずは腹筋と腰を動かす練習をして、それからプランクに入って、プランクでも正面横上向きひねり、様々な方向から鍛えることで、一つのエクササイズでは使われてない部位がいろんな方向から使えることができます。姿勢を改善することで、今よりも確実に痩せることができて、エクササイズのフォームが自然と安定してきますので、同じエクササイズを行っても効果的に鍛えることができてきます。動画を見ながら週に3回姿勢が悪いよって方は目安にやってみてください。そうすることで、だいたい2ヶ月もあれば目に見えて姿勢が改善されてきます。頑張ってやってみたよ、全部できたよとか、コメントよかったらください。グッドボタンもお忘れなく。今回もご視聴ありがとうございました。